著者不詳、諸国百物語より、京都党員方は、車のこと妖怪カルタ、京の町へ出る方は車の絵札、鳥山石燕。今尺がと続百鬼より、片わし片わは、江戸時代の階段などの古書に見られる、日本の妖怪。炎に包まれた片あのみの牛車が美女、または恐ろしい男を乗せて走り、姿を見た者をたたるとされる。遠方年間の階段集。 諸国百物語巻一、京都当院方は、車のことに記述がある。京都の東東院通りで、毎晩のように片輪車が現れ、人々は皆外出を控えていた。ある女が、興味本位で夜、家の扉の隙間から外を覗くと、銀車の車輪だけが転がってきて、車輪の中央には、凄まじい行僧の男の顔が、小さな人間の足を加えており、 我を見るより我が子を見ろと叫んだ。驚いて女が我が子のもとへ行くと子供は足を裂かれて血まみれになっていた。片和者が加えていたのはその子供の足だったのである。漢方年間の雑書諸国里人団に記述がある。漢文時代の大御国工画郡のある村で片和者が毎晩のように徘徊していた。それを見た者はたたりがあり、そればかりか。 噂話をしただけでもたたられるとされ、人々は夜には外出を控えて家の戸を固く閉ざしていた。しかしある女が興味本位で家の戸の隙間から外を覗き見ると、片和の車に女が乗っており、我見るより我が子を見よと告げた。すると家の中にいたはずの女の子供の姿がない。女は嘆き、在家は我にこそあれ。 お車のやる方はかぬ子をばかくしそと一種読んで戸口に貼り付けた。すると次の日の晩に、片輪社が現れ、その歌を超えたからか読み上げると、優しのものかな、皿箱を返すなり。我、人に見えてはところにやりがたしと言って、子供を返した。片輪社はそのまま姿を消し、人間に姿を見られてしまったがため、その村に姿を現すことは二度となかったという。 津村千巻案による追出段階には、これと全く同様の妖怪端があるが、大江ではなく新州のある村での話とされている。諸国里人団の大江の話が、新州の話に置き換えられたとも、逆にこの、新州の話が、大江の話として、諸国里人団に再録されたとも言われる。江戸時代の妖怪カルタ、京の町へ出る方は車の絵札にある、片タは、 諸国百物語に基づき、男性の姿で描かれている。対して、鳥山石燕の画集、根尺がと続百記では、諸国里人団に記述に基づいて、女性の姿であり、解説文でも、諸国里人団を引用している。また、動画集には、片輪者に似た、妖怪、和乳道があるが、これは石燕が、諸国百物語の片輪者をモデルにして描いたものと、言われ、 そのことから現代では別々の妖怪とみなされることの多い片輪社とは入道が元は同一のものだったとする説もある。近年の妖怪関連の文献や妖怪の登場する創作作品では型車輪と解消されていることがあるが、これは妖怪研究家の京国夏彦や忠勝美によれば元の名が差別用語に受け取られる可能性があるためと解釈されている。ありがとうございます。